当然これグッと力を入れれば潰れてしまうんですけど、それを優しく掴むことができています。こんなに柔らかい果物ってなかなかないですね、まあ、こういった柔らかい果物を農作物に扱うことができます。今日初めてやるんです。こんな柔らかいの